対局を止めてください。何かトラブル、先ほどの展望の中、小松さん、岡田さん、行きづらいですもんね。岡田さん、そうですね。いや、しかし今回岡田が早そうだ、はい、石橋との点差がわずか2000と300 2300はトップ狙いたいですね。リーチ対応ビールで OK ですね、はい。伊達はご覧のような持ち点状況で第4局を迎えました。ちょっと着順アップは一番近いところでも、勝又とのハネマンツモということで厳しい状況です。はい、石橋初ポンして逃げ切りを図る。いらっしゃって、はい、勝又も動いた、はい。苦しい仕掛けですけれども親番つないでいきたい。そう簡単にこのフォアバッチ、さらに仕掛けが入る空中戦だ。石橋が急走をポン、イーシャンテン、関数満点パーピンです。もう何でも出るでしょうね、ここはもう完全に。うわあ、これ考えたい。数層受け入れマックス。さあ石橋が順調に順調にマンズが両面になった。赤さんはあるが伊達まだ一メンツ、リャンソー出て岡田がポンしていく。これ何点？タイヤオのみの1000点ですね。1000点、1000点1000点は直撃してもダメですよ。さあ勝又が3万ポンしてイーシャンテン、まあ、赤引いて、すいません音聞こえてます。さあ選手から今一言ありましたね。音が聞こえている。ちょっと技術の方で対応していくでしょうか。対局を止めてください。何かトラブル、先ほどの展望順が間違っておりまして、石橋選手の点数が、1000点多くなっております。あ、少なくなっております。伊達選手の点、展望が1000点多くなっております。現在石橋選手が31400点、伊達選手が19000点が正しい点数ですので、その通りに直してください。以上です。すいません、それだと打ち方が変わってくる気もしてしまうんですけど、このまま続行でしょうか。はい、今審判が対局室へと向かっていきました。今ご覧いただいた点数状況が正しいんですが、はい、選手たちのこう持ち点の状況がちょっと実際と違って、石橋選手が3万と400に見えて、だから岡田さん先手の仕掛けになったんですね。確かに解説不能になりましたもんね。先ほどね、伊達さんからこのまま続行ですかって話始まったんですけど、はい、展望授受においてはやはり選手に責任があるんですね。うんうん、気づいた段階でこちら審判は言うんですけれども、そこのやりとりは4人の責任においてスタートしてるんで、はい、納得でもう受け渡しをしてるんで、もうこのままでやるしかないという判断になると思います。それでは試合再開となります。点数のジュジュを、こちら審判室です。点数が、間違って受け渡しを、しておりましたので、伊達選手から石橋選手へ先手戻した状態で試合を再開します。以上です。失礼しました。はい、ここで持ち点を正しく修正して試合再開となりました。ここで勝又に転敗カンウーピン。これで岡田さん上がるかどうか微妙なラインになりましたね。そうですね、はい、リャンソーをポンしていて現在1000点の仕掛けを入れた岡田です。まあ、2着よしと見る場合もありますけどね。そうですね、はい、まあ、赤とかと入れ替えて打点アップの可能性も見つつということになりそうです。さあ石橋は初をポン、急走をポンしております。そして現在テンパっているのは親番勝又。カンウーピンはどうですか。2枚持たれて山に2枚残り、天敗。石橋に天敗はウーパーピンです。ウーパーピン対カンウーピン、はい。さあ石橋に逃げ切り天敗が入った。山にはウーピン2枚とパーピン1枚。ウーピン2枚いるんですね。はい、じゃあ分からない、分かりません。さあカンウーピン対ウーパーピンです。この時に石橋さん有利ですけどね、はい、全ての状況を加味すると報酬することもありませんし、待ち配も1枚多い。ピンズ、うん、難しい。待ち変えた、変えた。あ、ロンだ。このローピンで岡田が上がります。タイヤのみの先手、2着確保でゲームを終わらせました。